キューガーデンマイナスユニオンターンパイク駅は、クイーンズクフォレストヒルズとキューガーデンの境、クイーンズブールバードとユニオンターンパイクの交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、IND クイーンズブールバード線の駅である。E 系統及び F 系統が終日停車する。廃止されたゾークイーンズブールバード線は、市営のインディペンデントサブウェイシステムで最初に建設された路線の一つで、 マンハッタンの i n d 八番街線とクイーンズ区、ジャマイカのジャマイカマイナス -179 丁目駅を結んでいる。クイーンズブールバード線は公共事業局から2500万ドルの融資と債務保証を受けて建設された。1920年代末に地下鉄の延伸計画が明るみに出ると不動産価格はたちまち上がり、沿線開発のため古い建物は次々に 取り壊されていった。1930年には、クイーンズブールバード線の建設が進むにつれて、クイーンズブールバード沿いでは、土地区画整理が行われ、15階建てのアパートが立ち並ぶようになった。1936年12月31日に、IND クイーンズブールバード線は8駅5 6トルに渡って延伸されて、終端駅がジャクソンハイズ。 ルーズベルトアベニュー駅から当駅に移り、当駅は終着駅として開業した。続いて1937年4月24日には169丁目駅まで延伸され、当駅は中間駅となった。1981年に、または当駅を老朽化した69駅に上げている。2000年代後半に1390万ドルかけて改装工事が行われ、 2008年6月にエレベーターが設置された。駅は島式ホームに面に4線の地下駅で E 系統は平日日中は急行線に停車、その他時間帯では観光線に停車する。海系統は終日観光線に停車する。平日では E 系統と F 系統が乗り換えできる最東端の駅である。ホームの柱は青色で、壁のタイルは黄色と黒色である。 クイーンズ区役所付近で保存されている R33 の一両駅は、クイーンズ区役所、クイーンズ刑事裁判所及び旧、ホレスト学校の最寄り駅となっている。また、クイーンズ区役所付近に R33 電車が一両保存されている。駅の改札外は、ジャッキー・ロビンソン・パークウェイが、クイーンズブールバード下を潜るため、2カ所に分離している。このアンダーパスは25万ドル追加した。 エレベーターと階段エレベーター東メザニン間の通路地上からいくつかの階段がメザニンに至る。さらに歩道はユニオンターンパイクの地下道の両側に位置しており、それ自体がそれぞれの側にあるメザニンにつながっている。ターンパイクの東側にある階段の一つと隣接するエレベーターが東側の歩道に通じ、東側の中2階に入る。自動車とバスは 以前は降りてその通り道に沿って乗客を迎えることができたが車のアクセスは現在できなくなっている。これは車が交通のバックアップを引き起こしたため停止された。地下道は自然排水が可能なように東に傾斜している。下段にはタンパイクの下を通る地下道の約20フィートに位置する地下鉄路線が含まれている。中2階の東側の半分には 終日開いている詰書所がある。2000年代後半には1390万ドルかけて駅の改装を2008年6月までに実施した。その間、駅は立方体のガラスの壁だけでなく90と937のバス利用者が使用する中2階のこの部分のエレベーターとスロープが設置された。エレベーターとスロープにより駅は車椅子でアクセスが可能になり、 ADA に準拠するようになった。このプロジェクトの一部であったその他の改善点には、車椅子の利用者向けの詰め所のほか手すり、駅の標識、駅の電話機が新しくなり、ホーム端には展示ブロックが設置され、電車とホームの間の隙間をなくす工事が行われた。しかし、西側の改札は無人となっている。スピーサックメデイハチャクによるアンダーグラウンドスカイズ。 クラウドフォレストと呼ばれるアートワークの一部が設置されている。北港ホーム北端に平日のみ使用される信号国書がある。また、それぞれのホーム進入直前には、環球館に両渡たり線がある。駅東でジャマイカ車両基地からの線路が合流する。その東にブライヤーウッド駅があり、ここで IND アーチャーアーベニュー線が分岐する。また、ジャマイカ車両基地は、 フラッシング、メイドーズコロナ公園の南側にある。ありがとうございます。